よし、オッケー。すごい蒸気が出てると思うんですけど、あれですね、加湿器がお家に届いたんです。すごい白い白い加湿器です。ほらほら、すごくない？可愛いです。とても冷たい。そう、昨日これつけ始めた時全然出なくってな、ちょっと寒いのできます。それで出なくて、全然めっちゃ焦ってたんですよ、どうしようみたいな、これせっかく届いたやつなのにみたいな思ってたら、10分ぐらいつけてたらね、こんなにねモクモク出てくるようになりました。めっちゃ小型なんです。でもめっちゃちっちゃいのにね、すごい機能です。可愛いです。しかもなんか光がついてる周りに確かに中華まん売ってる店みたいありますよね。今日とかは多分ない、分からへん、ちょっとあまり使い方が分かってなくて、すごいことになってますね。けどこう湯気とかじゃないので、こうやってね、魔法使いになった気分ですけどね。おはよう。はい、これでねちょっと喉を潤していただきたいと思います。これからあ、11日のさらば順調会見に行く、ね、今から楽しみにしてますって、ありがとう。昨日かな、当落一旦まだ受付はあるんか分からんけど、モバイルかな、昨日当落がありましたね。すっときますねはい、確かに部屋全体、あの寝てたからさ、さっきちょっと話しときますね。どっかこの辺に、よいしょ、置いときましょう。おはよう。はい、喉を大事にしましょう。昨日のメラメラ猫でダミちゃん大活躍だったよねって、ね、なんかね聞きましたよ。ゆみさんと昨日あったんですけど、それでねアミがね、あれ次行ったらバッチもらえるって言われましたねはい、でもちょっと 見たくて、どこから見れますかね、どこから見れますか、うん、どうやろう、分からへんな、ちょっと見たくてね探してます。めっちゃおはようです。ちょっとね、有料ですよね、有料は多分だ、あれ配信があるんか、そうですね、ちょっと一回後で見てみますね。はいその時間にね見れなかったで、ファニーオンラインで見れるよって、そうなんですね、見てみます。ちょっと加湿器つけてると結露で窓がびしょびしょなら洗うんやって、あ、どうやろう、窓の近くに置いてないからな、あと窓見てない今後で見ときますね、もしかしたらうん、なるかもしれない。おはよう。あのね、アミはね、もうほんまに皆さん褒めてほしくって、昨日練習行くじゃん、帰ってくるやん、もう言うと、もう課題が終わらなすぎて、もう昨日夜中までね、めっちゃ夜中までもう一人でカキカキガキガキしてました、もう本当に。はい、褒めてください、ね、あ、アミちゃんの言われて嬉しい言葉はね、何やろうな、うーん、言われて嬉しい言葉か、
なんやろな。でも何でも嬉しいですよ。褒め言葉やったら。はい。あ、エラー多分支払いしてきましたって。おお、ありがとうございます。ありがとう。そうですね。うん。ありがとう、めっちゃ皆さんがよしよしとか言ってくださってます。ありがとう。かしこさんじゃないんですよ、みは。あのね、かしこさんの反対の対象な言葉ってなんて言うんやろ。わからんけど、なんやろな。ちょっと思いつかないけど、そう。はい、それがね、それなんです、あみは。数学がもうほんと一個も理解してなくて、もう分からへんねん。でもな、課題終わらせないといけないからさ。あ、確かにおバカ確かにそれはそうですね。そうでね、課題終わらせないとあかんからさ、ちょっと皆さんもどう思いますか。ほんと課題の方が大事か、テストの点数の方が大事か、もう分からへん、ほんまに。もう難しくてね、マジで、もう本当にもうやばいんですよ、本当に。うわ、ほんまに頑張りますけど、どっちも大事やと思うんですけどね。どちらかというと点数の方が大事か。確かに課題やっておけばテストもいけそうやけど、そうなんだけど、アミは一回もう一から振り返りたくって、もうね、時間がないんですよ。しかもね、その数学によってね、ん、その一番の今回の問題の数学によって最終日とかやったらさ、よかったのにさ、もうほんまにやばいよな、普通に。どうしよう、助けてください普通に笑えんで、ほんまに頑張るけど。そうだけど、課題だけじゃ全然分からなくて、もう一回教科書を全部読み直したくてさ、どうしよう。どんな問題やってるの今は。合同証明をやってますね。はい、証明です。ずいやん、それが言葉を覚えないといけなくて、定義と定理の話とか、それが、本当に、で時間がないんです、本当に。もう本当にすぐテストがやってくるので。そう、図形苦手やねん。計算やったらな、雲を習ってたんだ、あれは。もうめっちゃ計算の時は得意なんですけど、証明ほんまにできないんですよ。助けて。三角形の証明ってなんとなく理解したんですけども、平行四辺形のさ、証明が本当に理解できなくって、もうほんまにめっちゃむずくて、もううーって感じですね。ほんまにやばいけどね、数学はまだ何をやるか分かってるから、それだけでもいいんですけど、もう他のやつはね、ほんまにな、今何やってるかすらも全然わからんようなやつがあるんで、終わり、頑張ります、ほんまに頑張ります。はい、じゃんしんごさん、くもありがとう、ありがとう。ああ、そうやな、補助線の引き方覚えてなんとかなる。確かに、分からんねん、錯覚とかさ、錯覚
かさ、どこどこやったらどこどこそのとかかとかみたいなさ、もう皆さん大人になってから三角形の照明とか使いましたか？使った方がおったら今頑張ってみますほんまに頑張ろう頑張ろうけどさ、本当に難しくて、しかも数学だけやってられへんやん。他の教科もやらないといけないのだからね。はい、頑張りましょうほんまに使わないよな、使いませんやって。わかった、じゃあまあいいかなマネージャーさんにもね相談したんですけど、この前どうしたらいいと思いますかみたいな、もうどうしようねって言ったら、あのね、照明とかは使わんからもういいよって言われました足し算と引き算と、まあ、掛け算とか割り算とか、その日常でなんか使うやつだけはやっといた方がいいけど、ご飯作る時とかお金を払う時に分かるぐらいに分かっとけばいいですよね最悪やな、ほんまにちゃんとやらなあかん、頑張りましょう。三角とか使う場面あった、そうなんですね、頑張るわ。じゃあはい、じゃあ今日の一日、しもさんの絵をそろそろ描きたいと思います。何描きますかほんまにな、相談する人は確かに、けどね、もうね、もうね、もうあーあーって感じですね。はい、ごめん、難しい。ああそうやな、基本の問題だけ書けるようにしといたらいいんちゃうやって。そうします。とりあえずベースが分かってればさ、なんか応用問題が来てもさ、なんかなんとなく分かれそうじゃない？結構分からんけど分からんけど、だけどもうなんとなくさ、なんかさ、ちょっとなんかちょんちょんな感じでさできそうやん。なので一旦、まあ、三角形、あお任せやって、三角形のこの照明はまあもしかしたらできるし、もしかしたらできひんだけど、まあ理解はしたっていう感じなので一旦やめます。照明を三角形やめますね、平行四辺形に変えるわ。ああ、書けましたよ書けましたよ、おはようです。あ、そうですね、読解力も必要、確かにです。それは神が昨日解いた問題です。これ頭の上にあるのは、はい、こんな感じ。はい、チーズありがとうございます。こんな感じです。 OK、 それでははい、終わりたいと思います。読みましょう、壇上、壇上、よし。13位まふみさん、ありがとうございます。12位みおん、あ、間違えた、12位まぼうさん、ありがとうございます。11位みおんちゃん、ありがとうございます。10位こじいさん、ありがとうございます。9位まさやかさん、ありがとうございます。8位まっさん、ありがとうございます。7位大野ふぎとさん、ありがとうございます。6位りょうじさん、ありがとうございます。5位りょうがたん、ありがとうございます。4位べにまよさん、ありがとうございます。3位ひだかこうじさん、ありがとうございます。2位こにたん、ありがとうございます。そして1位はでれでれでん、ちゃんしもさんでした。ありがとうございました。わー、ということでありがとうございました。
じゃあ皆さんもお仕事頑張ってください。今日の12時からこのイベント受付がまた始まるので、よかったら会いに来てください。じゃあ終わりますね。せーの、ちゃんしもさん、わー、じゃあ頑張りたいと思います。またねー、わー。